はい、よろしくお願いします。どうも、ハイチです。ということでゲストに来ていただきましたので、自己紹介の方よろしくお願いします。はい、メデュケイト TV というチャンネル、あとは、まあ、美容ね、興味のある人は見てほしいんですけど、美容整形研究所というねチャンネルもやってます。美容外科医で、医学部受験塾を経営してます、ドラゴン細いと申します。今日よろしくお願いします。お願いします。今回ですね、何を喋ろうかなと思ったんですけど、まあ、多分現役のおじさんと喋れることってほぼないんですよ、人生で。なので、どうやったら医者になれるのかと。なるほど。むしろ俺を医者にしてくれと。そう、いやいやいや、入塾これから入塾よくできたなまずまあ医学部に入らなきゃいけないっていうのはもう皆さんご存知だと思うんですね。はい、でそこまでのフェーズは置いておいて、はい、医学部入ってからっていうのは6年間なんですね。普通の大学4年間なんですけども、学士から修士までの長さになるので6年間になります。はい、で基本的には 1,2,3,4 ぐらいまでは座学ですね、はい、がメインになります。あと実習、解剖とかね、あのご遺体を切ってね、あの各臓器を全部取り出してバラバラにしたりとかするんですけど、そういった実習はあるんですけども病院には出ないです。で 5,6 年生になると、実習、実際の、まあ、大学病院に出て、まあ、お医者さんの下について医学生として、患者さんと触れ合うような2年間を過ごして、最後医師国家試験に合格すれば晴れて医者になれるよっていう感じなんですね。大学としてはそうなるんですね。まあ、皆さんね、まず歯医者さんとお医者さんは分けてほしいんですけど、うん、お医者さんと呼ばれるものに関してはどの科も全部みんな同じルートを行って、卒業した後初期研修2年間もずっと同じです。その後、バッと分かれていくわけですね。あ、6年間やっで、はい、初期研修2年で、はい、後期研修3年でしたっけ。そうです。初期までは一緒なんです。初期まではみんな一緒なんです。あ、そうなんだ。はい、まあ、初期の中でも、若干内科寄りのコースを取れるよとか外科寄りのコースを取れるよっていう大きな括りを、まあ、設けてるコースもあるんですけど、基本的にはみんな一緒だと思ってもらっていいと思います。はい、で後期の時にその自分が希望する方向に行く。その通りですね。例えば消化器外科になりたい、ね、僕のように形成外科になりたい、麻酔科になりたい、眼科になりたい、そういったところに合わせて、まあ、大学の医局に所属したりとか病院に就職していくような形になります。そうなんですね。はい、みんなはその一通り一辺通りの勉強はしてるんですよ。内科になりたい人も外科の勉強してるし、外科になりたい人も内科の勉強してるので、はい、まあ、そこはもう横断的に、まあ、ある程度は知っておこうねっていうのが今の医学部教育なので、はい、あの国家試験にも全部の科の問題が出ますから、だからあのそれは専門になるのは医者になってからっていうことなんですね。そうなんですね。はい、それ、まあ、3年間最後後期研修が終わって大体の方がやっぱり大きな病院に勤めるっていう。そうですね、もう後期研修の段階で、まあ、大きな病院にもう大体皆さん配属されることが多いですね。なんでかっていうと後期研修ってそこから専門家、先ほど言った例えば消化器外科とかね、整形外科とか眼科とか分かれるじゃないですか。はい、まずは学ばなきゃいけないですよね、その科について詳しく。そのためにはハイボリュームセンターって言って大きい病院に行かないとやっぱりいろんな症例が見れないんですよ。だいきなりクリニックとかに行っちゃうと、例えば眼科だったらコンタクトばっかり見ることになったりとかして。そうなんです。だからあの町のお医者さんと大学病院のお医者さんって見てるものが全然違うので、まずは広くたくさんの疾患を、逆に珍しい疾患も含めて見るためには最初は大きい病院に皆さん勤めるっていうのが基本的な方針ですね。はい、そこで勤めて、で人によっては独立されたりするっていうことですか。そうですね。そこでまあ大体少なくとも、まあ、後期研修からまあ3年4年5年、まあ、早くてまあ 4,5 年じゃないでしょうか。はい、で独立される人は多いと思いますね。そこの次には専門医っていうね、その科のプロフェッショナルになったよっていうのが大体4年5年で取れるので、はい、それ取って独立される方っていうのが多いと思います。はい、大きな病院にいるメリットっていうのは当たり前ですけど、教育体制がしっかりしているってことですね。あとはマニアックな疾患もたくさん来るっていうことです。例えば大学病院とかっていうのは、あの要は吸い上げた頂点なので、100人に1人しかいないような病気を全部こう紹介していくわけですね、上に。なるほど。でこの病気は、まあ、こういうちっちゃいクリニックだともう治療できないから大きな病院行った方がいいよって言って、要するに全国津々浦々からその要は専門的な疾患が集まってくるので非常に勉強になりますし、まあ、ドクターも多いですよね、教授から含めて。本当に50代60代から40代30代と層が分厚いですね。だからまあ手厚い指導が受けれるっていうところが大きなところだと思います。今日その分給料はやっぱり、まあ、若手なのでね、安いですよね。あと雑用も多かったりとかするので、まあ、最初の下積み期間にはやっぱり必要なフェーズだと思いますが、はい、まあ、長くいる人といない人がいるかなと思います。で、一方開業医になると、はい、完全にこれは個人事業主なので、はい、要は自分で集客をしたりとか、まあ
お金回りだったりとか人材とかね、まあ、全てにおいて自分でやっていかなきゃいけないっていうところですね。だから医者の仕事だけじゃなくてそういう経営者としての資質とか仕事っていうものが必要になってくるので、大学病院だね、待ってれば患者さん来るんですけど、あの開業医になったら、まあ、待ってても来ない場合がありますから、ちゃんとそこはアピールをしていったりとか発信をしていくっていう能力が必要になってきます。結局やっぱり今倍率は本当にまあ広く見れば10倍を超えるような状態です、うん、要するにまあ10人いたら1人しか受からない、つまり9人に勝る勉強していかないといけないんだっていうことをまずは頭に念頭に入れることですね、うん、まあ、簡単に言うとそのみんな勉強って自分との比較になっちゃってるんですね、うん、要するに自分の中で頑張ってるとか、はい、要は自分のテストを何点取るとかね、うん、まあ、自分の目標を立ててると思うんですけど、はい、やっぱりその、 あの枠組みの中だと医学部受験勝てないんですよ、うん、要するに医学部受験生の中で自分がどれくらい頑張ってるか、うんうん、医学部合格するためにはその、マーケットの中っていうかね、まあ、その集団の中で頑張ってどれぐらい自分の位置っていうのを確認していかなきゃいけないんですね、うん、やっぱり見られてる方は地方の方とかもいらっしゃると思うんですけど、はい、そうするとやっぱり周りに医学部受験生がいない環境であったりする可能性はあるわけですよ、はい、でここはね東京だから周りにライバルいくらでもいますけども、うん、やっぱり周りを知らずしてね、なかなかこうね勝負には勝てないわけですね、はい、だからまずは、自分の位置をしっかりと把握して、はい、意識を要は周りと比較するんじゃなくて医学部を受ける人たちと比較していかなきゃいけないよっていうところだと思います、うん、なるほど。あ、普通に模試を受けてないってとかじゃなくて、はい、その中でも医学部を志望している子たちの中でどの位置にいるのか、その通りですね、ライバルがそこにいるんだっていう、はい、だからやっぱりベネッサさんとかね、広いく受ける模試を受けてしまうと、はい、まあ、偏差値も高く出やすいですし、どちらかというと医学部受けない人がメインで受けてる模試になっちゃうんですよね、はい、だからまずは入塾されてあんまりそういった模試を受けてない子たちには、まずは河合とか寸大の、まあ、ハイレベルな模試を受けなさいっていうふうに言います。それは自分がどの位置にいるのかをやっぱりそのレベルで判断しないといけないよと。ベネッセでね、偏差値例えば65取れてても、それって寸大河合ではどうなの、はい、そうですね、下がりますもんね、全くレベルが違うわけですよね、はい、だからその自分の位置を把握できてない状態で勝負に挑んでしまうと非常に怖いことがあって、まずはね、分かんない人たちはまずは模試を受けてみるとか、はい、あとは、まあ、今はね、本当 YouTube チャンネル充実してますから、はい、医学部生が出てるチャンネル、まあ、うちのチャンネルもそうですし、はい、他のチャンネルも含めてまずは自分がどこにいるのかっていうのを分からないといけないかなと思いますね、はい、はい、ありがとうございます。ということで先生、いろいろお話ありがとうございました、はい、ありがとうございます。ぜひじゃあ先生は最後チャンネル上もう一回紹介していただいて、はい、あ、ありがとうございます、はい、医学部受験塾メディケイトというね塾の、まあ、メディケイト TV というチャンネルをやってます。で実際やっぱり医学生の直接的な話、まあまあ会ったことない人もいると思いますし、大学の中の話とかって僕も受験生の時本当に聞けなかったんですよ、うん、でやっぱり噂でしか聞かないというか、はい、まあ、あの大学結構進級厳しいらしいよとかね、でそういうのってやっぱり正しく知って大学選びをするべきだと思うし、うん、まあ、そういうね、まあ、医学部入ってからの生活も結構進級厳しかったりとか、うん、まあ、するんだよとかね、中にどういう人がいるのかっていうのを知った上で医学部受験挑んでほしいなって思うところがやっぱり医者だからこそ思う部分があったので、うん、はい、まあ、そういったところ、まあ、皆さんがなかなか知れないところをうちのチャンネルで出しているので、はい、もしね医学部ちょっとでも行きたいなと思うならばうちのチャンネルを見てみて、はい、全員が全員ね医学部に行ってほしいと僕は思ってうちのチャンネルやってません。むしろ、やっぱり厳しいからやめようかなっていう選択も僕は人生においてはすごい正しい選択だと思うんですね、うん、はい、医学部受験ってまあこじらせると結構ね年数を少しね重ねますね、そうですね、重ねてしまって人生の大事な時間を使っちゃう場合もありますから、うん、なのでうちのチャンネルを見て目指すか目指さないかを判断してもらえればいいかなと思ってます。ありがとうございます。あの概要欄の方に貼っておきますのでぜひねチェックしてみてください、はい、ということで本日ありがとうございました。ありがとうございました。